駆け道ラジオです。今回は作業療法士の児玉健さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この駆け道ラジオにですね、割とよく来る質問というかご相談みたいなので、このテーマがあるんです。不登校のお子さんと、いろんなパターンの、お悩みを持たれる方いらっしゃると思うんですけれど、ちょっと今回はですね、この、お子さんがもし不登校になった時に受けられる支援があるのか、どんな支援が考えられるのかというのをちょっと児玉さんの視点から伺っていければと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、僕の見ているお子さんにもやっぱりそういうお子さんはいらっしゃるので、まず一つやっぱり医療機関っていう窓口はあると思うんですよね。はい。で、おそらく児童精神科の窓口を、持っているところもあれば、小児科で、心理さんがいるところとかでも受診をしている部分があったりとか、あと年齢によっては思春期外みたいな形で受けているところもあるので、なかなかこう幅広い選択肢が、親御さんも悩まれる部分でもあるのかなとは思うんですけど、他には医療以外に福祉の制度を使って支援を受けるっていうことも可能なんですよね。はい、福祉の制度。はい。で、具体的には、小中学校の場合、必ず義務教育制度なので、学校に席がある状況になります。そうなると、放課後等デイサービスっていうのが使えます。このラジオでは放デイの話もよく出てきますけれど、実際に通ってなくても利用することができると。そうですね。市町村の、受給者証っていうような、利用に始めるにあたって、手続き上っていうんでしょうかね、保険証のような形で受給者証がないとその障害福祉サービスを受けることができないので、で受給者証を取るのには発達に何らかのこう支援が必要であるっていうような、診断だったりとか、そういったものも必要にはなってくるんですけれども、不登校になった経緯ですとか、その背景ですよね。例えばその学校環境が本人にとって耐え難く苦痛であるとか、お友達関係でうまくいかなくてトラブルになってしまう、その背景に何らかの発達障害の素因子があるんじゃないかとか、そういったことが認められた場合、受給者証っていうのを、市ですね、市町村の方から受給を受けることができるので、その枠の中で放課後等デイサービスっていうのを利用することができます。ちょっとじゃあその、もしこうお子さんが学校に行けなくなってきたなっていう時に、放課後使えるって聞いたな、でいきなりこう行くんではなくって、その原因のところにどんなことがあるかっていうのもちょっと多分こう整理する手続きというかみたいなものを踏んでいただいた上でっていうことですね。そうですね。やはりもちろん例えばその、いじめだったり、悲しく起きやすい理由の一つになるかなと思うんですけれども、本人に何らかのこう友人関係の構築が難しいみたいな理由があるんであれば、それはいじめられたから不登校になりました、だからダメですよとかではなく、やっぱりその背景、もっと深い根底のところに何があってそうなってしまったのかみたいなところはしっかり考慮されるというか、ただ本人が例えば何でしょうね、つまんなくて行きたくないとか、つまんない理由も、勉強が分かんなくてそこの背景には学習障害が隠されているとかなら可能なんですけれども、本人がただなんとなくこうお友達と日中フラフラして、仲間同士で
学校に行かなくなるみたいなのがあるんであれば、そういった場合はやっぱり利用が認められないこともあるので、なるほど、はい、結構やっぱりその辺は市町村の判断に委ねられてしまうかなと思いますね。まあ本当にね、いろんな理由があるでしょうからね。なんかその他に楽しいことが見つかっちゃったから、そっちに行っちゃってるみたいなパターンもあれば、本当は行きたいんだけどうまくできない、うまくいかないことが何かあってとかっていうパターンもあるだろうし、まあそこをちょっとまずはどうしたらいいかなとか、何が引っかかったかなみたいなところを紐解いてみるところは必要ですね。そうですね。で、今うちの事業所でもそういった、まあ小学校高学年ぐらいから高校生ぐらいまでのちょっとこう年齢層の高いお子さんに、まあ、合わせた事業所の、まあ、開設を行っていて、で現にそういった不登校のお子さんもいらしてるんですけれども、やっぱりそういったお子さんの中にはやっぱりこう学校に行けなくて、どうしようどうしようっていうところで、まあそのこと自体、そう悩むこと自体もやっぱり負担になってしまったりとかっていうのはあるんですよね。なるほど。いや、そりゃそうですよね。で、そういったお子さんに関しては事業所に来るっていう、まあ社会資源とつながりを持つっていうことも、まあ通いの場として、新しいこう本人が、まあ家っていう家庭環境の中以外の、新たなこう居場所っていうか、まあ、こういったのをなんかサードプレイスっていうふうに呼ばれたりするんですけれども、そういった役割も放課後等デイサービスの機能として、重要視されてきているような、今、現状がありますね。これはもしその、まあ、受給者証が発行されて、放課後等デイサービス利用できるってなった場合に、まあ、その通った先でどういう活動だったりどういう支援が受けられるものなんですか？そうですね、事業所ごとにやっぱりその支援の、中身というか、まあ、どういった内容を行っているのかっていうのは異なってますので、受給者証が出た時点で事業所の見学ですね、はい、そういったものはしっかりと行った方がいいかなというふうには思います。ああ、なるほど。家から近いから、一番近いからとかで選んじゃうと、もしお子さんに合わないとこだと結局やっぱりそこに行くのも難しいってなっちゃう可能性もありそうですね。あとはそのやっぱり地域の中で他のお子さんも利用してたりするので、はいはい、同じような利用時間にどういったお子さんがいるのかなとか、結果やっぱりその何でしょう、例えばすごいこう騒ぐ環境が嫌で学校に行きづらくなってしまったけれども、まあ事業所行ってみたら似たような子がたくさんいて、事業所もやっぱり嫌だっていう風になってしまうっていうのはすごくもったいないことなので、確かに、でこれは制度の改正もつい最近起こって、はい、制度改正ですか？はい、制度改正があって、そういった不登校のお子さんの支援っていうのを事業所が積極的に行うような報酬改定があったんですよね。で、そういったお子さんの支援に対して、まあ、事業所が加算をつけれるような感じになったりとか、まあ、事業所がつけるわけではなく、市町村が加算対象として認めるケースが、新しく制度の中にできたんですよね。なんか具体的には今までは大人の支援が必要なお子さんに個別にサポートが必要っていうような加算だったんですけれども、はい、同じような括りの中で不登校のお子さんに重点的に支援が必要っていうことで、まあ、そのお子さんが、まあ、加算対象ということであれば事業所としても積極的に支援をしましょうというような流れに今なってきていますね。じゃあその行政としても放課後等デイサービスを活用してその不登校のお子さんを支援する体制っていうものを整えようっていう方向に全体の動きとしてもなってきてるっていうことでいいんですかね？
そうですね。まあ、年々不登校のお子さんはすごく増えていますので、はい、それはもう行政の方から資料として出されていて、まあ、それは何とかしなきゃいけないっていうのは国全体の課題として取り組んでいるところだと思うんですよね。うん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 。まあ、それに対して放課後等デイサービスっていうのをうまく活用してくださいねっていうような、まあ、流れに今なってきているのかなっていうのと、うん、あともう一点、令和4年度にもですね、実はあれですね、文科省ですね、文部科学省の方から、不登校支援についての通達がありまして、はい。で、今までは、学校に行ったら出席ですよ。で、それ以外にも、適応指導教室みたいな、どこのお子さんが、教育委員会が設置する、通いの場っていうんでしょうかね。はい。そういったものに対しても、そこに行ったら出席としてみなしますよ、みたいなのがあったんですけれども、うんうんうん、この枠を、ちょっとかなりこう、緩めたというか。うん。で、うちの事業所でも、事業所に来た日数を出席としてみなしてもらえるように、うんうんうん、教育委員会と掛け合って、まあ、実際に、事業所に来たら、学校側では出席の扱いとしてみなしてくれるっていうようなお子さんが今、利用されてますね。はあ。ちょっと出席日数問題っていうのがね、ありますもんね。トータルで1年間でどのぐらい出席したことになるのかっていう。うん、まあでもそうですよね。学校に代わってどこかに通ってっていうことができているのであれば、まあそれもちゃんと出席したことにみなしましょうという方向にもなりつつある。はい、これでもちょっとまだあれですよね。その一律で、どこでもやってるとか誰でも大丈夫っていうことではなくって、そういうふうに動き出してるっていう状況ですかね。そうですね。自治体によって判断の基準は異なってくると思うんですけれども、うん、一応その出席に資する体制もしくは支援を行っている事業所に限るっていうようなところは出てると思うので、例えば本当にドライブしてましたっていう事業所さんとかは、そういったのやっぱ該当は難しかったりとか、うちの場合教員資格を持っているスタッフがいたり、心理師の資格を持っているスタッフがいたりっていうようなところで、まあ、その該当に資するっていうところで認めていただいているような形になりますね。なるほど。先ほどね、あったまあ、事業所によって中身も違うし、体制も違うっていうところで、まあ、もちろんどういうふうに扱うかっていうのも変わってくると。はい。これでもあれ難しいですね。なんかそれを聞くと、じゃあ、せっかくなら、まあ、出席日数としてカウントできるところに行って思うかもしれないんですけど、うんうん、でもじゃあ、そこが合ってるかっていうと、またそこは別の話かもしれないし、そうですね、ちょっとなんかね、いろんな要素で総合的に考えて選んでいったり利用する必要がありそうな気がしますよね。うんうん、そうですね。まあ出席になるのが目的ではないと思うんですよね。まあせっかくこう通えたことがまあ評価されて、うん、まあそれを出席としていただけるんであれば、まあそれに越したことはないとは思うんですけれども、うんうんうん、第一にあるのはやっぱり不登校で引きこもってしまうような、そういった現状を、まあ、放課後等デイサービスという受け皿を使って、まあ、社会とのつながる窓口っていうのを一つ確保できるっていうのがすごく大事なことなのかなと思うので、うん、まあ、そこを、まあ、基準に探すっていうより、まあ、お子さんのやっぱり特性に合わせた配慮をしてくれる事業所っていうのをしっかり見定める必要があるかなと思います。うん、これは例えば皆さんいろいろお住まいの地域も違うと思うんですけれども、自分が住んでいてお子さんが暮らしている地域の情報を得たいって思った時に、はい、一番最初に相談しに行く窓口としてはどこに行くのがいいんですかね。まあ、一番
手っ取り早く情報を一括に手に入れられるのは市町村の窓口ですね、やっぱり。申請窓口に行くと、大体その市町村で開設している事業所の一覧っていうのをいただけることがほとんどだと思うんですよね。で、あとはその利用にあたって、申請が必要ということなんですけれども、はい、まあ、保護者様一人で申請をするのはすごく難しいことではあるので、うん、大体がその相談支援事業所ってい こう相談支援をしてくれる事業所が間に入ってくれるんですよね。はい。で、そこの相談支援事業所の子で、まあ、こういった事業所空いてますよとか、お子さんの話聞いて、あ、ここが向いてそうですよねとか、そういったのは情報としてお聞きすることができるかなと思います。なるほど。相談先になる事業所っていうのもあるわけですね。あ、そうですね、はい、別途。いや、難しいですよね。だってね、なんかこう、まあ、そうですね、言ったら学校っていうところでちょっとうまくいかないっていう気持ちを持った状態で、うんうん、なんかね、次どこに行くかを考えるっていうのも結構難しいところがありそうですけど、お子さんと、ね、親御さんだけで考えるのも大変だろうし。うん、大抵やっぱりお子さん、その学校にいい印象がないってなると、学校の子たちが来てるっていう、まあ、そういったデイサービスっていうのもやっぱり一歩気が引けてしまうことが多いかなと思うので、うん、ただまあその環境次第ではあるかなと思いますし、うんうん、今だと令和7年度までの経過措置ではあるんですが、はい、令和7年度以降ですね、どんなプログラムをやってるのかっていうのを公表しなきゃいけないっていう義務が発生してまして、今、ほうほうほう。なので、まあ、今年1年対応してる事業所っていうのは、もしかしたらそんなに多くはないかもしれないですけど、来年度以降になると、はい、ホームページとかに必ず、A 事業所ではこんな支援してますよとか、B 事業所ではこういうことしましたとかっていうのは公表されていきますので、へぇー。そういう意味では、選択しやすい環境っていうのは、整ってくるんじゃないかなと思いますね。はあ、それでもちょっと余談ですけど、事業所さんとしてはちょっと大変ですね。一つね、そうですね、対応するのすごく大変なんですけど、なかなか意外と大変ですね。その公表すると一言で言っても、なんかこうね、どうまとめるのかとか、どういうふうに伝えるのかっていうので、うんうんうん、イメージも変わってくるだろうし、そのね、利用者さんにとってはすごく大事な情報源になるって考えると、そうですね、良いことなんだろうけど、大変そうな気もちょっとしますね。なんかテンプレートがあるわけじゃないので、本当に見せ方がうまいところはすごく集客には有利かなとは思ったりしますし。そうですよね。だからなんかこう、インターネット参考にするなら、うんうん、いわゆるこうネットのお店選びのスキルじゃないですけど、見えてるものと、ね、なんか実際のところととかっていうのもうんうん、うん、全く同じ、見え方と同じとも限らないみたいなことも、うん、ちょっとね、意識持っといた方がいい気がしますけどね。いや、おっしゃる通りだと思います。やっぱいいところをたくさん見せますからね。そうですよね、うんうん、だからさっきあったみたいに、その見学に行くとか、実際に行って、うん、まあそこで印象がどうかなとか、まあ、スタッフさんの雰囲気とか、うん、通ってる他のお子さんの雰囲気とかはね、百聞には一見にしかずみたいな。そうです、もまさにそうだと思います。大事ですね、うん、でもまあなんか全体的には利用しやすい方向に変わりつつあるタイミングではあるんですね。そうですね、やっぱりまあご相談が多いっていうのは、社会全体でも課題を持ってる子が増えてきてるのも事実なので、うん、それに対する対応っていうのもしっかりとなされてきて、まあ、それに追従するような形で事業所もうまく体制作りとかをしていっている最中だと思うので、うん、相談はしやすくなってきてますね。うん、ちょうどね、新年度が始まって、新入学っていう形で困りごとが出てくるお子さんもいらっしゃるかもしれないですし、学年が変わるだけでも結構違うじゃないですか。そうですね、クラス替えとかありますからね。ありますもんね。なんか今までうまくいってたのがうまくいかなくなっちゃうっていうこともあると思うので、
もしちょっとねつまずきとか引っかかりとかがあったら参考にしていただけたらと思いますね。そうですね、まあ、あとはまあ駆け道ラジオではいろんな専門家がいるので他の専門家の支援の、選択肢というかそういったものがあるので、うんうんうん、僕も聞いてみたいなとは思いますけど。あ、そうですね。他の先生方のご意見もね、はい、ちょっと聞いてみたいですよね。そうですね。はい、ぜひ。はい。ちょっとね、このテーマ、また継続的にいろいろな角度からいろんな方にお話しいただけるといいですね。はい、ぜひ。はい。ということで、今回はですね、不登校のお子さんへの支援について、作業療法士の児玉毅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。駆け道ラジオでは、生きづらさや育てづらさにまつわるお話、様々な専門家の方に伺っています。チャンネル登録、そして高評価もぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。